コールヤフーニューストップに自由。これマジ？月夜の人気は草。マジで草。お前らもヤフーニュースに乗る時代か。マジで草。世界暴動だ、人種差だ、日本自流、平和や。ほんま草。自流の鳴き声が変わった。草。これ壁ドンとかみたいに違う意味で JK が広げるパターン入ったやろ。うおー、確認完了。すげー。あー、流行っちゃったね。ついに来たな、メジャーデビューだ、喜べ。これそろそろ南ジェイミンは使わなくなるパターンかな。これやな。近いうち未だに自流へ言うとか新参かみたいな流れになる。チーヨシ顔でチーヨシ注文したらマジで目立つから眼鏡は外していけよ。コメント欄でステマ扱いされてるけど。逆効果やろ。史上最低クラスのネットミームだと思うわ。チーリュー認定からの反論されたら聞いてて草が、あまりにもコミュニケーション放棄しすぎてる。やめたれもついてくるぞ。この辺のコンボも早会話にすらならんからな。壁打ちみたいなもん。月夜も呆れとったわ。JK がクラスの冴えない男に追いチーリューって罵るようになるんか。最高やな。それが派生してちーちゃんって呼ばれるようになるんやで。最高か。チーリューの社会人、無やろこれ。安定のヤフコメ人のコメント欄で笑った。真の陰キャ三兄弟貼っとくぞ。チーリュー頼めなくなってそこら辺にシフトしたそういそう。ヤフコメおじいちゃんがネタ抜きでステマ疑っとるやんけ。2ヶ月ほど前に、とあるまとめサイトの記事で一日中チーリューのスレを立てる ID を取り上げていた記憶がある。これもまた新手のステマなんだろうか。これもまた電通が何らかの思惑で仕掛けてるかもしれないのか。本来なら目に繋がりそうな記事は中高生の目につきやすいヤフートップには上げない方がいいのだが。そら商品名が煽りに使われてたら悪い印象しかないからな。こうやって会社がすり寄ってマンネリ化させるのはええと思う。まあ前哨はブラックで叩かれたから、疑われるのはしゃあないやろ。く、ニートの何気ないレスで日本が動くんやな。ヤフコメさん激怒。誰かに迷惑をかけているわけではなし、どんな顔が何食ったっていいだろう。こういう悪趣味な容姿いじりを危機として紹介するのか。この日韓断交とかいうやつ随分怒ってるやん。あ、察し。名前が日韓断交で真面目に語ってるのくさ。これはね、東予地流。日韓断交おじさんかっこ、50歳無職やろな。ステマはくさ。こうなったら使われなくなるんだよな。もと一緒。でも今から追加したちは危機として地流使うんやで。見てると恥ずかしくなるわ。何J初まとめサイト経由ツイッター一定期。言った地流も言われた地流も俺だけは違うと思ってそうやし、実際誰に聞いてるんやろ。これをトップに持ってくるヤフーのバイトはようわかっとるな。月夜、認知しております。担当者は、チーヨシという言葉については、広報室としては認知しております。人気ナンバーワンのトッピング商品であるとろり3種のチーズ牛丼ですが、幅広いお客様に今後とも継続してお召し上がりいただければと存じます。また、17日からちょうどチーズ牛カルビ丼というメニューが登場するので、ぜひお召し上がりください。と返答した。もう販売やめるからとかじゃなくて続けるのか。速攻で話そらしてて草。ヤフコメのチーリュー顔のおじおばの反応で草。ここで1本目のお話は終了です。画像、チーリュー特有の髪型、チーズカット、X でめちゃくちゃバーにされる。髪型と眉毛整えるだけでだいぶかっこよくなるのに、どうしてこの髪型にこだわるのだろう。モテない男の髪型、9割マジでこれ。大流行中。チーズカットのすすめ。眉毛にかからない程度、不規則にギザギザの前髪。無駄に長めで汚いもみあげ。眉毛は一切整えない。ワックスは使用しない。サイドは耳にかからない程度、後ろは適当にすいてください。素人の女と締結したいって気持ちが1ミリでもあるのに、この髪型のやつ意味わからんくて好き。ガチで完全にワチと同じで横転。特定の髪型にしようとしなければ誰でもこうなるの好き。これって子供の時の、お母さんカットのまま大人になってるんだよな。ひどい地図。見た目だけでこんなバ、にされて。い、目だろこれ。友山祐介は許されてるよ。まださいから仕方ないよね。見るに耐えない髪型なのは事実。こないだカードショップ行ったらみんなこの髪型でく、笑ったわ。傷つくわ。この髪型にハゲを追加したのがわい。ちわー。Z 世代ではこの髪型の子は、められるらしいね。地図同士ってなんでワックス使わないの？草ですねー。どんな神経してたらこの髪型でええか、ってなるんや。ハゲてるから薄いスポーツ狩りにしかできないわ。どこで切ってもらったらこうなるん？チー専用美容院とかがあるの？千円カットや。キリトの髪型やぞ。全然ちゃうやろ。e スポーツ狩り定期。ちぐわー。千円払う価値もないのに千円カットでこれにしてもらうのか。もうセルフにしとけよ。チーズい、目流行りすぎやろ。チーズぐわー。チーカットコスパええよな。わかる。ハゲもそうやけどよくそれで外出できるよな。家に鏡ないんかな。
この髪型で彼女欲しいとか抜かしてるからビビる。ワックスでセットするだけでマシじゃない？これチーズ特有のもみあげ好き。わいやんけ、これ言うほどあかんか。マッシュよりマシやろ。そんなこと思ってるのマジでチーリューだけだぞ。マッシュは別に女受けは良くないし。チーリューのマッシュ的死なんなんや。あれはちゃんと意識したオシャレやし比べ物にならんぞ。俺、悔しいよ。ガチでワイの髪型やんけ。チーズカットのてっぺんハゲに前白髪の欲張りセットや。もみあげは短くすると泡をするから。M 字が進行してるから、坊主かウススポーツ狩りしかできないの。いやさ、ガチでこれなんやけどどうやって回避すればええねん。セルフカットする技術もないし美容院は怖いし。なぜ弱男は眉毛をカットすることに異様に拒否するのか。なんで意地でも額出さないのか気になる。ここで2本目のお話は終了です。チーズカットで美容師、いいですか？チーズ、いいんだよ。美容師、はい、すいませんした。全国でこんなことが起こっている事実。大げさだよ。床屋のおっちゃんかっこ、脱線から少しアレンジ入れてやるか。今日はカマンデールな気分だ。サイドはチェダーで頼む。前髪は眉毛より上で耳は出して後ろは自然な感じでお願いします。後ろ刈り上げちゃっていい？チーカに金払うのもったいないな。チーリューが美容室なんて行くわけないやろ。一番奥の席でチーカしてそう。床屋でええやん。凝った髪型にされてもその日限りで次の日からセットできへん。セットの仕方くらい聞けばいいじゃん。教えてくれるけど面倒くさい。やると20分ぐらいかかるし。チーリューってなんで前髪ないんや。眉毛より下まで伸ばすだけでチーリュー脱却できるぞ。どういうオタクちゃいよ。前髪長いメガネってやばいやろ。男なら、短めでの一言だろ。マンダムはチーカット用のワックス早く発売しろよ。ワイ頼んでないのにチーズカットにされたんだが。かわいそう。お似合いですよ。似合う髪型やしね。似合ってて草。似合わせカット定期。むしろ2ブロックやろ。奇抜ファッションのやつ見てみればチーリューより奇形だらけなのに、バ、にされてないの見てまだわからないならもう終わりだよ。ブサイクは奇抜に走れ。前髪チェッカーズみたいにしたらいいのに。1000円カットでお任せって言えばああなるで。あれ切るの簡単やからね。チーズカットいいな。今度から頼んでみるわ。チーズはマジでサイド2ミリで2ブロしてみ。一気に陽キャ召喚やぞ。チーズに。眉毛ってシェーバーでヒゲと同じ感じで剃ればいいんか。チーズ眉より全部剃った方がマシやで。デカ眉なしにすると結構垢抜ける。トリマーってよ、普通のバリカンよりも刃先が薄い取り回しやすいやつ買うと幸せになれるで。こないだ駅前の床屋で髪切ったら昔ながらのヤンキーみたいな髪にされたわ。最初はふざけんな子だと思ったけど、思い返してみると今までチーズヘアやったし当時の中、のおばさんに感謝してる。わい、ソフトモヒカンにすることでチーリューカットを開始。チーズカットってそれもうただのチーズの切り方やんか。チーリューってマッシュとか叩くくせになんで固くなに前髪上げずに中途半端に残すんや。一番きしょいやん。気持ちチーズ目で。眉はよほど形がいい人以外は全剃りよね。チーズワックスはつけますか？金髪の単髪坊主風がおすすめや。ってことは美容師が諸悪の根源ってことやな。あいつらがチーズカット断れば大多数の牛が救われるってことやん。ここで3本目のお話は終了です。 Twitter にチーリューが面白いことを言っても受けない理由がこれ。16万いいね。面白い人は面白さの大半はタイミングだと知っているけど、面白くない人は面白い行為があると思っていて、それを面白くないタイミングでも実行する。もちろん受けないが、彼らはそれが理解できないのでもう一度やる。しかも先ほどよりも元気にやるという話を聞いて、すごく怖くて泣いてしまった。悪胆最低だな。怖くて泣いてしまったっていう定型文を面白くないタイミングで使うなよ。いやこいつはそういう話を聞いたってだけやし別にええやろ。なんでこいつまで面白くないといかんのや。いや一致はそれが面白いと思ったから、捏造してまでスレ立てたんやで。怖くて泣いてしまった。しょ。面白くないタイミングっていつやろな。チーリュー要素は？こういう構文嫌いなのはいだけじゃなかったんやな。安心した。ちなみにこの時間なんて夜時点で全員おもんないよ。マジかよ、ホロライブ最低だな。怖くて泣いてしまった。これはタイミングよりも誰が言ったかで違ってくるね。アクタン、嘘だよな。加藤純一信者の定型文じゃん。ワンワン泣いちゃった。面白いワードがあってどのスレでもそれ使えばいいと思ってるやつなんてにも割といるよな。しかも安価つかないのに何度もやる。まんまこれ。チーリューほど間だのタイミングだのごちゃごちゃ気にしてるイメージ。聞いてるやついるな。これマジ？もうアクアのメンバーシップ抜けます。確かに陽キャって基本的にドヤ感マックスでワード絶叫するだけのやつ多いわ。インテはそもそも何言ってんのかわからんけど。ブラックビスケットでこんな歌詞の曲あったよな。会話上すっと面白い返しができるかどうかだよな。引用関係あるかは知らないが。ここで4本目のお話は終了です。飛行新幹線の隣のチーリュー、肉まんの次はシューマイを食べ始める。さすがに切れてええかこれ。すいません。3色のチーズ牛丼の特盛に温玉付きをお願いします。マジでくせえ。それじゃシューリューじゃねえか。シューマイくせえ。一個もらえよ、インケ。親の顔が見たいわ、ほんま。新幹線の中で崎陽軒は食べて当然だよね。すみません、すみません、かっこ、泣きながらシューマイにからしをつける。
これ好き。一緒にうまそうやな。ワイにもくれやって言えばええやん。数時間ぐらい仲良くしとけよ。チー竜と仲良くなんてワイには無理やわ。動物の方が心通じそう。なんか、わかる。満喫しちゃってる感じ腹立つよな。わよ、決めてみてくれ。やっぱグリーン乗らなあかんわ。ほんま非常識やなチー竜って。隣のチー竜がごちゃんしてて敵、いいんだけど。ここで5本目のお話は終了です。チー竜さん、新幹線で、の隣に座っただけでぶち切れられる。なんでここに座るん？き、いよ、寝よ。なんでなんで斜め前かっこ、男の隣空いてるのにここに座るん？私キャリアって足元これだよ。き、いよ、寝よ。チーズくんさ、そりゃまあそっち座りたいよ。そもそもキャリー棚にあげろよ。キャリーわざわざ置いてバリア張ってるの腹立つな。隣に女の人来るとめちゃくちゃ嬉しいんやけど、わかるやつおる？足踏みリーマンかキャリーケースバリア女さんの二択なら女さんの横やな。新婚戦でビール飲みながら足組んでる男の隣とか座りたくねえから仕方ないわ。チー竜は女の隣に座る勇気ない定期。指定席かよ。足の向き逆にすればいいのになんのアピールなんだこれ。キャリーの女、隣におっさん座ってほしくない。斜め前のおっさん、隣におっさん座ってほしくない。座ったおっさんの隣に座りたくない。しゃあない。まず隣の席に膝出してるのを正当化すんな。仮にそいつがチーズだとしてもこの件でチーズは悪くない。悪いのはチーズの存在そのもの。嫌ならお前がどけよ。キャリーはラモって。女の隣に座りたくないけど女が隣に座ってくると嬉しい。混雑しとるときに無駄に足広げてるおっさんと一緒やんけ。自意識過剰すぎ。き、いい女。女は男に何を言っても許される。というフェミ思想が蔓延した結果がこれ。自由席でこんな文句は恥ずかしい。いや、仕方ねえだろ、斜め前の席って、お前それおっさんが足組んで酒飲んでる隣の席じゃねえか。そんな席座りたくねえよ、自由席なんだから自由な席座らせろ、嫌なら指定席変えよ。で、本音は？好きあらば女の子の隣に座りたいよ、おお。ここで全てのお話は終了です。チー竜と言われたくなければ、髪型や眉毛を整えないといけなさそうですね。